こんにちは、カズです、今日もですね、ちょっと手ぬぐいのですね、使い方について、いい方法をですね、お伝えしたいと思って、動画撮ってます。で今日はですね、このね、手ぬぐいの使い方で、一番よく使う方法っていうのが、やっぱりね、汗を拭ったりするっていうことなんですけども、災害時、例えばね、この間もありました地震とかね、そういった時にはですね、やっぱりそのリュックサックの中にこのタオルとかこういった手拭い、ハンカチ類があれば一番ね、よかったということでよく聞きます。で手拭いは特にですね、縦に裂けるんですよね、長い方向に。で例えば5センチで切りましょうということで、ハサミちょっと切り込み入れてこうやると、その5センチでずっと切れていくっていうのがこの手拭いの特徴なんですね。ですからこれを寄るとロープにもなりますし、言えば、包帯にもなります。頭ちょっと怪我したりするとね、包帯なんか使うことになりますけども、包帯もなります。ですからもういろんなね、この使い方ができますので、この手ぬぐいというのは非常に重宝するんですね。ですからこの災害にはですね、この手ぬぐいね、ちょっとこのタオルだけじゃなくて手ぬぐいというのはちょっと陰に隠れちゃってますんで、手ぬぐいが一番使いやすいことをね、ちょっとね、頭の片隅に置いておいて、リュックの中に入れておいてください。よろしくお願いいたします。